さあ続きましては歌コン最前線、歌謡曲の最新情報や話題曲をご紹介する歌コン最前線。今夜のテーマはこちらです。ファンレターから生まれた歌、東京シック。お迎えしたのは雪村泉さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この今日歌っていただきます東京シックという歌、作詞作曲を手掛けたのがシンガーソングライターの佐野元春さんなんですね。で、雪村さんが佐野元春さんにいきなりファンレターを送ったんだそうですね。初めてファンレターを出した方なんです。すごくファンでいらっしゃって、はい、なんか一生懸命ファンレターも書いたそうですね。もう一生懸命書き直しました。辞書持ちながら何度書き直したか分かりませんね。で、そのファンレターがきっかけとなって、はい、佐野元春さんとライブで共演することになり、はい、でその時に佐野さんが書き上げたのがこの東京シックという歌なんですけれども、はい、初めてこの東京シック聞いた時はどんな印象を持ちになりました？もうびっくりしました。素晴らしい歌詞だ、いや素晴らしい、でも難しい曲だと思いましたよ。はい、難しいですか？はい、聞くとね、すっごい優しそうに聞こえる曲なんだけど、はい、覚えるのは難しかった。それでは歌っていただきますのでご準備をお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。で、今夜ですね、その佐野元春さんからメッセージをいただいておりますのでご紹介いたしましょう。東京シックは昭和初期生まれの僕の両親に捧げた曲、戦後の復興期にあって新橋のダンスホールで踊っていた若い彼らを思いました。天国で両親が雪村泉さんの歌声でダンスをしてくれたらなと思います。それではお聴きいただきましょう。雪村泉さんです、東京シック。ほんの少しのブルーズと心のシャンペンを詰め込んで、窓の外はいい天気、今からどこかへ出かけよう。世の中嫌なことばかりじゃない、落ち込んでないで街に出かけようよ。いろんなこときっと死にすぎたんだ、ほんの少しだけじれったいんだ。窓の外はいい天気、今からどこかへ出かけよう。世の中嫌なことばかりじゃない、考え込まずに街に出かけようよ。街には素敵な偶然に満ちてる、不思議だと感じる心忘れないで、ほんの少しのブルースと心のシャンペンを詰め込んで、窓の外はいい天気、今からどこかへ出かけよう。世の中嫌なことばかりじゃない、落ち込んでないで街に出かけようよ。街
地に出かけようよ。それが東京シック。雪村いづみさんでした。ありがとうございました。さあ、それではさらに話題の新しい歌でお楽しみいただきます。